ったものを全部やらせてもらうようにしてるんですね。できないことを探してるような感じです。結構好き嫌いがあるので、やらないのもありましたけど、うん、人生って出会いじゃない。子供が初めておもちゃを与えられた時に本気で喜んだり向き合ったりするじゃないですか。ああいうような本気で遊ぶ感覚の仕事の仕方をしたいと。つまりプレイ、遊ぶ。私はね、こう匂ったものを全部やらせてもらうようにしてるんですね。だから音楽も、まあ、ブルーノートでちょっとジャージーなものやりましたけど、夏フェスはロックとかブルースじゃない。だからその時に歌いたいものを音楽も歌おうと思ったの。だから常に自分の中で素材を持ってなきゃダメですよね。こういう方に会ったら自分のこの素材で共通言語があるとか、本当に無意識に出会いだったらないと思うんだけど私はできることじゃなくてできないことを探してるんですよ、自分が。あ、これは私に向いてないっていうものはどんどん捨ててきてるんだけど、好き嫌いっていうか、やっぱりこうハッピーじゃない仕事は、やっぱり不幸になる仕事は向いてないじゃないやっぱり自分らしく輝いてほしいし、10人いれば10通りの輝き方があると思うので、なるべくお揃いにならないようにしたらどうかしら、うん。